形あるものはいつか壊れる。壊れたものに再び命を吹き込む。美しき職人技の世界。修理見せます。今回の舞台はこの部屋。修理人が使う七つ道具はタイマー、天秤、ビーカー、スポイト、そして数種類の薬品。今回の見せる修理人がこちら、この道40年の村林孝夫さん。村林さんが修理するもの、それは写真。その技は色あせ消えかけていた写真を鮮やかによみがえらせる。7種類の薬品を使って写真の劣化や色あせの原因物質を洗い流し、もう一度現像し直す。この技を持つ修理人は世界中で村林さんただ一人。2003年には特許を取得した。思い出の写真直します。その日も修理人の作業場を一人の女性客が訪ねてきていた。依頼人の林俊子さん。これがちょっと直していただけたらと思いまして。だいぶね、貸してますけど、随分お綺麗な70年前に撮影された若き日の母の写真。長い年月の間に劣化が進み、かなり変色している。着物の柄は消え、左右の眉毛の太さも変わってしまった。今母親6月で91歳になるんですけど、おばあさんもこんな時があったんかなということで、ぜひ今見せたらどんな顔で見てくれるかなっていう思いがありまして、はい。このままではやがて消えてしまう母の写真。その運命が修理人の腕に託された。まずは写真の状態を調べる。10分以上ひたすら写真に向き合う。普通にこう置いといて劣化になったのか、紫外線がたくさん当たってそうなったのか、劣化の状況によって処理がちょっと変わってくるんですよね。というのは薬品の配合ですとか、その薬品の濃度とか。今現在はカビはないんですけれど、昔ちょっとカビが生えてカビにちょっと食べられちゃったなっていう感じですね。シミの方は細かいシミがいっぱいこう出てます。暗室での作業が始まる。写真の修復ができるのは一度きり。やり直しは効かない。世界に一人だけの技、修理の一部始終を見届ける。まず取り出したのはアンティークな天秤。調べた写真の状態に合わせて薬品を調合する。大体 0.1g 単位ですね。それによって仕上がりが全然違うんです。はっきりした写真になるか、ぼやっとした写真になるか、より良いか、そうでもないかっていう、その差ですね。それが 0.1g、一滴の違いで、
写真の元の画像を保護する薬液を準備。その液に写真を浸す。そして最初に調合した紫色の薬液を用意する。もし薬品の量が間違っていたら、写真が美しく蘇ることはない。失敗は許されない。そして1分後、写真が消えた。再び別の薬液に浸す。すると写真は完全に真っ白になった。この写真に今度は強い光を当てる。これ人に教えられないんですよ。今まで僕の経験で一番短いのは15秒、一番長いのが9分かな、それだけ幅があるんですよね。だからそんなことはマニュアルにも書けないし、勘に頼る部分がすごく大きいんでね、いよいよ写真を再び現像する。開発するまではほとんどもう1000枚以上失敗してます。絶対できるはずだ。そういう信念を保ち続けるのが大変でしたね。現像液の中で70年前に撮影された若い女性の姿が鮮やかによみがえった。変色し劣化が進んでいた写真、それが本来の姿を取り戻した。消えていた着物の柄もくっきりと浮かび上がり、左右の太さが違っていた眉毛も元通りに。どの写真も世界で一枚の写真ですからね。でその人にとってはね、例えば国宝に指定されたとかね、重要文化財に指定されたものよりも、その人にとってはその一枚の写真の方が大切だっていうこともあるわけですよね。ですから僕、修復するときには僕の 100% の力でいつも修復はさせていただいてます。修理された写真が依頼人林さんの元へ届けられた。綺麗な写真。誰の写真？ちょっと見せてあげるか。これ私の写真か。今は年取ってるから。ここに綺麗やったかな。そんだけ綺麗やったんや。すごい、すごい着物の模様も。まあ、私がこんなにいい顔してるのかね。いい顔してたよ、おばあちゃん。
修理してもらって、やっぱりなんか昔を私たち自分で思い出してきてね、また記念にまた飾っとく、ね、おばあちゃんの写真を。